嬉野線は JR 九州バスが運行している自動車路線である。開設以来、運行主体は、鉄道省日本国有鉄道自動車局、九州旅客鉄道 JR 九州バスと変遷した。本項目では、運行を担当している嬉野自動車営業所、嬉野支店についても記述する。佐世保線竹尾駅と大村線その議役を、嬉野温泉経由で短絡し、 合わせて、嬉野温泉利用客の輸送を担うことを目的として1942年4月より運行を開始した。国鉄バス JR バスの路線としては、日本最西端に位置する路線である。竹尾温泉嬉野温泉館は、温泉客の利用もあり、観光路線的な性格も有するが、嬉野温泉彼所管は、ローカル色が強い。 JR 九州バスへの分社開行、竹雄市内で商業施設や医療機関への路線延長が行われている。関連する路線として、唐津竹雄温泉嬉野温泉館を長崎自動車道経由で結ぶ高速バス、嬉野ライナー号が1989年から運行されたが、利用は低迷し、1991年に廃止となっている。 温泉行楽客輸送も行うことから、本線系では座席数の多い車両が使用され、国鉄時代後期の1985年頃の時点では、前乗り前折り仕様の5型、6型、大型車が使用されていた。支線向けなどとして3型、中型車の配置もあった。民営化後の1990年代以降、他営業所からの転入や他社からの譲り受けにより、 配置された前中飛車は中扉を締め切り扱いとせず中乗り前折り方式で使用された。以来、貸切兼用のトップドア車を除いて、大型車、中型車とも乗降方式は中乗り前折り方式が主体となり、また、利用客の減少から本線系でも中型車の運用が拡大した。2009年からは、大型車、中型車とも、 ノンステップ社の導入が進められている。ありがとうございます。